おはようございます。皆さん、木曜の朝いかがお過ごしですか？今日は放射冷却でお湯が出ません。とっても困ってます。どうもドラヘンです。いやー、今日は寒いですね。放射冷却になっているところが多いんじゃないでしょうか。僕の家もね、水道が凍ってしまってね、水が全然お湯も出ないっていう状況ですね。今日の朝ドラオケはですね、まあ身を尽くしの方はね、その刑事沙汰になってたことが一段落して、まあ旅行へ行くっていうほのぼのした映像がやってましたね。お茶屋の方はね、なんかピンチヒッターになったみたいな感じでなってしまって、明日が気になりますね。どうなることでしょう。今日はね、僕はね、背中が痛くてね、困ってるんです。不調やなぁとは思うんですけど、もう残り少ない作業所生活をね、有意義ではないけど、その一生懸命過ごすためにね、頑張って今日も仕事を行きたいと思います。それではごきげんよう。さようなら。